どうもナイツ花輪の自由時間です。今回の企画はですね、リモート漫才やってみたということで、やはりですね、この YouTube 始めて一番やってほしいというか見たいっていうのがナイツの漫才が見たいっていうなんか声がね、やっぱすごい多かったんですよ。で、一回自分がこうやって一人二役の漫才やった時にも、やっぱりリモート漫才やってくださいみたいな声が多くてですね、まあ確かにあれも僕は自分の中ではダメだったなと思ってまして、ということでやっぱり、まあ、皆さんのそういったコメントに答える形で、初めはちょっとリモート漫才乗り気ではなかったんですけども、今回リモート漫才にね挑戦してみたいと思います。やっぱりやった結果すごくなんていうかやっぱ間がちょっと悪くなってしまったこともあるんですけども、一生懸命、新ネタを作りましたので、ナイツの時事ネタ5連発、リモート漫才でお楽しみください。お願いします。どうもよろしくお願いします。ボビーオロゴンがね逮捕されたのもびっくりしましたよね。もう残念なニュースですね。なんか奥さんに暴行をね働いてたらしいんですけども、昔からのボビーっていうのは女性に対してそういうとこありましたよね。俺なんかで見たんですけど、あけぼのをすげえ殴ってるとこ見たことありますかね。あれは総合格闘技しないですか。はい、見たでしょ。あ、そうなの。あけぼの、あけぼの女性じゃないですから、ね、結構出てるじゃないですか。いや、おっぱい出てるけど男性だから、ちょっとあけぼ気にしてるかもしれない。ごめんなさい。思うんですけど、だいたいあけぼさんが女性だったらなんで言ってはいけないんですよ。おじさんまでなっておかしい。この男尊女卑みたいのがやっぱりボビーっていうのはあったんじゃないかと思うんですよ。環境がそういう環境でしょ。だってあの人埼玉市浦和区でしょ。ちげえ、そういうのは西アフリカだからでしょ。たけしさんが言ってたけど、埼玉県浦和ってね、別にそんな優はないだろ。日本本当すごい失礼なこと言って変わっちゃったでしょ。ああ、変わっちゃいましたね。パックンにね、パックンになったじゃないですか。マックンになったらただ普通にナレーションうまそうですよね。なんかサバやるからしいんですよ。なんかなんかね、サバやった時に出てきたじゃないですか。その時のお辞儀を7センチ年齢をサバ読んでたんだよ。本当は本当はこうだったぐらいだったらしいんですけどね。7歳サバ読んでた、年齢を読んでたね。僕は思うんですけどね、ボビーってお刺身食べる時にね、千切りされた大根とかをこうやってもう思いっきり避けて食っちゃうタイプじゃないかなって思いますけどもね。どういう2つの意味で妻を大切にしてないってね。うまい。ねずっちのです。またねずっちのパクるのかよ、おい。なんで全部パクるんだよ、本当に。まあね、本当にこれから頑張ってほしいですよ。なんかある関係者にね、ボビーはこう言ったらしいですよ。俺反省してこれから頑張るからね。モノマネ全然似てねえな。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。はい、どうもよろしくお願いします。まあ、人気漫画鬼滅の刃の連載がね終了してしまいましたけどもね、びっくりしましたね。もう4年3ヶ月でねこの終了してしまったということで、浅草の小峠さんもね、もうなんて日だっていう感じだったと思いますけどね。小峠さんね、はい、バイキングの小峠さんが、ね、急に終わっちゃったっていうことで、留守になっちゃう人がね、本当留守になっちゃう人が結構いたらしいんですよ。留守よ、留守だ。僕はもちろん全部読みましたけど、今ステイホームだ。炭治郎がね、リモートに対する愛がね素晴らしいんですよね。妹だよ、妹に対する愛情がすごいってことです。ゲームも面白かったですね。ゲームやりました皆さん、なんかね5日でそれあれだろ、それあれだよ、サービスが終了しちゃったんですけどね。韓国のパクった鬼殺の剣ってやつだよ。でも本当に社会現象になりましてね、アニメにもあったじゃないですか。そうですね、アニメの主題歌すごい好きですし、リサが歌う紅生姜っていう曲、グレンゲだよ、本当最高の曲です。紅生姜漢字で書いた時に3文字一瞬そう思う漫画がグレンゲだよ。そんなダサい6000万部突破したらしいんですけど、6000万部っていうすごいですよね。僕もね全巻持ってます。この前19巻をねちょっともう一回読もうかなと思ってたのですね、ないんですよ。で、うちの子供にちょっとどっかまた子供隠したのかね、怒ったんですよ。そしたら知らないとかって言うわけですよね。おかしいなと思って思い出したんですけど、僕が普通に寝ぼけてて、ここなんか足元にあった19巻をこうやって蹴飛ばしてどっかやっちゃってたっていうことが分かりましてね、その時に思いましたよ。2つの意味で決めつけるのは良くないってね。まあまあ、ちょっと強引だけどうまい、俺っちのです。いや、俺っちのやつじゃないです。俺、ねずっちのやつパクるよ。なんだよ、俺っちのやつ。なんでお前最後、自分でやりたがってんだよ、本当に。はい、ということで、皆さん、目つきのやばい。いや、怖いよ。もういいわしでした。いい加減にしよう。どうも、ありがとうございました。
どうもよろしくお願いします、こんな状況の中ね、沖縄県にバカンスに行ってしまった芸能人がいたということでね、確かに、まあ、ね、そもそもね、あのメンバーがどこに繋がったのかもよく分かりませんけどもね、うん、まあそうですよね、あの笑点の収録はそもそもどうしてたのかっていう疑問もありますし、まあ、本人はあの座布団を配るだけだから、僕なんかが所詮世間から注目されてないみたいなのがあったのかもしれませんけどもね、はい、あ、山田孝夫じゃないんですよ、あれ山田孝之ですから、山田孝夫って知ってますけどね、なんか字が、え、あ、違う、え、そうなの、でも真っ黒だから、沖縄県で日焼けしたんだよ、あの人一年中真っ黒なんだよ、あれ日焼けサロンなの多分、そうなの、山田孝之さんですよ、うわ山田孝夫じゃなくて山田孝之、うわ全然知らなかった俺、ね、山田孝之さんめちゃくちゃ好きだからね、だって全裸監督の村西徹監督がね、脇が黒木薫の脇に注目する、誰も村西徹の脇注目せねえ、そうなんだ、全裸監督で、でその山田孝之がなぜあの往年のテニス選手と沖縄に行ったわけ、マッケンローじゃねえよ、マッケンユーだよ、マッケンロー、悪道のアメリカのジョン・マッケンローじゃねえよ、テニスマッケン、全部間違えてるよさっきから、悪道ね、ジョン・マッケンロー、え違うの、俳優のマッケンユー、マッケンユー、あ俳優のマッケンユーね、藤岡弘さんの息子さんの千葉真一さんだよ、なんとなくこのアクション俳優のジャンルで、その二人と、だからあと違う誰だっけ、ね、亜生か昴生か、どっちかが行っちゃったわけでしょ、どういうことですか、違う、それ、ね、ミキでしょ、ニキだから、どっちなのあれ、ニキっていう女の子の可愛いモデルがいるでしょ、全然間違えてました、さっきから、なんだよそれ、ニキって知らねえよ、もう、あーもうわけわかんない、まあ、ね、でも、なんかあれですか、思い出した、確かね、あれなんですよ、山田孝之さんとマッケンユーは映画ですごく意気投合したらしいんですけどね、あ、まあ、それはね、いろいろ大変だと思いますけどもね、これから徐々に信頼を取り戻してほしいなと思いますけどね、はい、ね、あのジョジョの奇妙な冒険という映画でね、なんか2人で共演したって話、またネズッチのかよ、なんでパクるんだよ、すぐネズッチのやつパクりすぎだよ、さっき、いやでも本当に僕も今、うん、本当にとにかく我慢してね、沖縄県には行けませんけど、読谷村には行きたい、読谷村と沖縄なんだよ、いい加減にしろ、どうもありがとうございました、どうもありがとうございました、どうもよろしくお願いします、まあ、いろいろありますけどもね、やっぱり僕残念だったのが夏の甲子園が中止になってしまったんです、残念ですよね、でも僕ね、やろうと思えばできると思うんですよ、うん、だってあの守備の時にみんな2メートル以上の間離れてもそうですけど、その後移動したりしてアシスタンスできてると、ずっとそのまま2メートルの間離れてるわけじゃないですし、そもそもキャッチャーは、だってこれがあったらすぐ近くにいるわけです、キャッチャーはちゃんとマスクしてるから飛沫、キャッチャーマスクでしょ、あの医療用のマスクとかじゃないですから、多少はなんか飛沫とか防げそうなね、残念ですますけど、去年優勝したそうですね、履正社高校、去年は履正社高校といえば、お盆なんですよ、お盆がね、履正社高校出身ですからね、そう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 、そうなんです、だそのね、お盆師匠に聞いたんですけど、やっぱ野球部でいろんなことを教わったと、で一番教わったのはやっぱ団結っていうのが教わったらしいんですよ、確かにやっぱ一番団結してるんで、一番仲悪いんだろうね、何だと言ってんだお前、そういうふうなこと、でもその履正社に負けてしまったのが奥川投手ね、高校ナンバーワンって言われた奥川投手ですけどね、すごい僕も応援してましたし、やっぱ甲子園の時のあの応援すごかったですよね、みんな声張り上げて応援してましたから、思いましたよ、何ですか、2つの意味で声量がすごかったってね、うまい、ね、声の声量と星稜高校のね、これをネズッチのです、ネズッチのかよ、おい、なんでネズッチのやつパクってんだよ、うるせえ、いい加減にしろ、まあ本当にということでね、甲子園なくなってしまって残念ですけども、熱闘甲子園は楽しみにして見たいと思います、いい加減にしろ、どうもありがとうございました、ありがとうございました、よろしくお願いします、まあ、あの黒川健二が賭け麻雀をやっていた、はい、ね、この時期にしましたけどね、本当にこれは、ね、皆さん許せないですよね、思うんですけどね、やっぱ偉くなりすぎちゃってこう注意する人がいなくなっちゃったことがダメな、うん、ね、こういうダメになってしまう原因じゃないかと思うんですよ、だから自分の親とかね、もうそれこそあのもう母ちゃんとかに怒られた方がいいでしょ、この人一回ね、健二何やってんのよ、健二しっかりしなさいよ、健二名前じゃないからね、黒川健二っていう名前じゃないか、ないんじゃないか、黒川ひろむっていうから、しかもその麻雀に記者がいたっていうんですから、うん、これもう本当最悪ですよね、読売新聞と毎日新聞の記者でしたっけ、産経と朝日覚えてないんでしょ、これ読売新聞と多分毎日新聞の記者だと思うんですけども、とにかくそういう記者と検察のこのアブアブの関係、なんだズブズブの関係だよ、なんだアブアブの関係、アブアブの関係、上野にあるなんかファッション戦争ってね、これ安倍政権は誰が悪いじゃないかと思いますよ、だって結局あの問題どうなったんですか、加計学園の問題
ね、これは解決してないのに今度加計理事長が麻雀大会開いたわけじゃないですか。ちげえよ、はい、加計麻雀ってそういう意味じゃないから。加計麻雀って加計理事長主催の麻雀大会、あの人主催の麻雀大会じゃないから。お前知らんです。だとしたらもっとすごいニュースになってた。もしかしたら安倍政権が倒れてしまうかもしれませんよね。そうかもしれませんね。そういう意味では僕はね、賭博じゃなくて倒幕じゃないかと思いますけどね。うまいこと言いますね。ネズッチのです。パクってんじゃねえよ。なんですぐネズッチや。ネズッチの YouTube 見すぎだよお前さっきからよ。まあこれ捕まるのか逃げ切るのかいろいろ言われてますけど、僕は捕まる方に10万円かけたいと思います。お前がかけちゃったよ。いい加減にしろ。どうも、ありがとうございました。